2月オーストラリアゴールドコースト。日本とは逆の季節、6800キロ離れた南半球で黙々と走る男がいた。暑いです。暖かいんで、まあ、体がよく動くんで、まあ、楽しんで大丈夫です。はい、楽しんでやってます。右腕に障害のあるパラ陸上走り幅跳び選手、芦田はじむ。22歳でリオデジャネイロパラリンピック 4×100m リレーで銅メダルを獲得。その後走り幅跳びに転向。しかし次に目指した東京パラリンピック、わずか1センチの差で出場は叶わなかった。最後の方も心も精神的にめちゃきつくて、東京大会それこそ代表になれなかった時に家族のせいにしちゃったんですよ僕。2024年またパラリンピックの年が来た。このパリの年に次女が誕生したんですけども、全員で楽しく全員でパリに行こうと、キャリアを重ねた芦田はじむの目指すものとは。